スタッフが言ってた。俺に。やめといた方がいいですよ、おじさん。まあ、噂はいろいろ聞いてますけど、みたいな俺もなって。でもさ、声の主見たくなっちゃう心理はあるじゃん。あるよ。ね、うん。でも見ない方がいいんだよね。そう。声優さんとかね。そうなのよ。で、それでよかったんだけど、今、可愛い人が増えちゃったから、あと男もイケメンが増えたんでしょ？男ってそうなの？イケメン増えてんの？イケメンなの？絶対、うん。男もじゃあそういうのあんの？なんか。そういう。まあ、見ちゃいけない。でも、そんな幻滅したことはないけど、だって、神一谷に、神谷、神谷さん、神谷明さんとかね。あれだって、北斗の拳とか、うん。はいはい。だよ。うんうんうん。まあまあまあ、全然いいよ、ね。シティハンターとかも知らなかったっけ、うん、そうですね。だよね。うん。超イケメンだよ、シティハンターなんて。まあ。でも神谷明さんだよ。神谷明さんだから。うん。まあ。そうだ、だから俺ら世代のやつはいいんだけどね。うん。てかやっぱ見ちゃいけないようにすればいいんだよ。そんなもんは。だな。うん。あ。あ、じゃあコーナー行こうかな。うん。君の名は、はい、このコーナーはね、なんかっぽい名前を紹介していくコーナーです。はい、じゃあ行きますね。ラジオネーム岡田。日本銀行で5000冊のデザインを新渡戸稲造から樋口一葉にしたっぽい名前。うんうん、矢崎勲。ふふ、まあまあ。まあ。わかんないな。まあね。うん。はい、ラジオネーム五本木太郎、うん。間違って部室の鍵を持って帰ってしまい、同じ部活の仲間から責められそうっぽいやつの名前。うん、杉本雄大くん。まあ、まあね。まあ、まあね。まあ、そっか。うん、あ、これもわかるな、なんかな。うん、ラジオネーム日本語ラップ、うん、人の家で勝手に携帯を充電しそうなやつの名前。あ、杉山匠。これ誰でも、うん、誰でもいいんだけど、なんだよこれ。まあまあ、なんかわかる。なんだ杉山匠。わかる、わかるんだけど、ラジオネーム岡田、うん、森山良子さんの飲み友達っぽい人、うん、元サンダースの牧野さん。いそうだな。元サンダース。元サンダース。ああ、いいね。牧野さんね。いそうだね。いそういそう。うん。ラジオネームフリーズムーン長原。矢作を次に襲いそうなお化けっぽい特徴。ああ。ヌーブラをつけたツーブロックの雷様。ずいぶんそれもうキャラクターついてきちゃってるから。うん。それはないよね。まあでも前回も結構なもんだったよ、うん、キャラクター的には。文金高島だ、別に。鬼でしょ？鬼だよ。うん。ヌーブラつけたツーブロックの雷。いや、そんなやつ出てこない。ラジオネームペッチャー、うん。JR 中央線にありそうな広告。うん。四ツ谷駅から徒歩1分。無料相談受付中。信頼と安心の実績、マテリアル東京。わかんないけど。なるほど。なるほど。なるほど。いいよ。ありそうだよ。うん、喘ぎ声がうるさい、喘ぎ声がうるさい女っぽい名前ベスト3。うん、3位、リン。うん、2位、ミレイ。うん、1位、ナナ。うん、まあね、うん。ラジオネームウィンタースね。言いますね、うん。ラジオネームウィンタースね。練馬区ラジオネームスーパーヤサイヤ人。うん、小木博明が高校時代にやっていたっぽい独自の挨拶。うん、チワチワ。チワチワ。まあね、チワって言ってたからな。うん、チワワード、うん、ラジオネームドクタースランプアナルちゃん。アナルちゃん。うん、おのののかが組んだアイドルユニットのメンバーっぽい名前。ああ。おのののか、やべべべみ、和田だだえ。なんでそれ。なんだみんなそういうの揃えたんだろうね。おのののか、やべべべ、和田だだえ。和田だだえ。和田だだえ。和田だだえは面白いけどな。ラジオネーム、たりき本願寺の子。1970年代、某日、うん。
小木さんが小学校へ入学し、数年経過した頃、授業中、虚空を見つめながら、僕の友達はどこにいるの？と、小木さんは小さく呟いた、うん。ちょうどその時、世界の裏側で起きていたっぽいこと。うん、空間がぐんにゃりと歪み、異空間の狭間から2体のトゲモグラが顔を出し、うん、それでも地球は回っていると思う？いや、回っているよ。と、二回言った。ゲンだよ、もう、こいつ。すごいね。すごいな、ね。不思議な世界。そう、不思議な世界でいいんだよ、ね。すごいんだよ。天才なんだよ、もう。うん。うん、はい、こんな、なんかっぽい名前思いついたら送ってください。宛先は郵便番号 107-8066。TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ、君の名はの係。メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。さあ、不変不満メールいっぱいありますよ。はい。匿名。小木さん、ゆうさん、こんばんは。うん。僕が不満に思っていることは、今付き合っている彼女が、ニコニコ超会議に行くです。正直、こういうオタクの方たちが集まる場所へ行ってほしくないです。ニコニコ？ニコニコ超会議に。何？ニコニコ超会議って。そう、はい、何？ちょっと。何万人も来るイベントですよ。ニコニコ超会議？ニコニコ。知らないの？何？知らないよ。何ニコニコ超会議？誰が、何？だから何なのそれが集まるっつったの？何？これ何？これ元は何なの？何万人も来るとかフェスなの？フェス？会議？会議？会議をすんの？会議、まあいろんなイベントをいろんなところでやってるんですけど。何のイベントなんだろうそれは。いろんなイベントってのは何なの？ライブもあればなんかいろいろあるんですよね。どこでやるの？何よ。それあ、ニコニコ動画のイベント？あれベルファーレがあったとこ？ニコニコ動画？うん。うん。ああ、マカルメッセとかどう？そういう本当にもうすごいとこだ。でっかくなっちゃった、ね。あのアニメのやつなんだっけ？ああいうやつだ。コミケみたいな。もうああいうぐらいでっかいフェス、フェスティバルなのね。いや、あんま行かない方がいいのね。ニコニコ超会議。そんなことないです。こういう風に言われてんだから、そうじゃない。行かない方がいいんじゃないの？だって行ってるよ。彼女がそういうとこに行くの嫌なのって。正直こういうオタクの方たちが集まる場所行ってほしくない。いや、俺もやめよう。行くの。俺も行くのやめよう。そんなんじゃ、そんな言われ方すんだって。最悪だよな、ニコニコ超会議行くやつなんて。楽しいですよ、きっと。最悪だよ。え？楽しいのか。ラジオネーム、パラダイス楽園。うん。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。不平不満ということですが、免許センターで働く人がもっと優しかったらいいなと思います。あそこに行くと、みんな漏れなく雑な扱いを受けるので行きたくないです。そういうイメージある？うーん。あー、次2番とかそういうこと ?2 番。そんな2番行け。2番。いや、俺、嫌なイメージないけど。ないんだよなぁ。まあ、業務的なんだろうけど、それが俺は逆にいいんだけどな。なんか普通にパッパパッパ生かされる。なんか人間ドック的な感じのイメージあんな、俺。人間ドックも次を、これ終わったら、じゃあ何を言ってとか。結構冷たい感じよ。あんまり俺はそっちの方が気軽でいい。優し、まあ、優しくあんまりするしょ。偉そうにしてるとこ嫌だけどさ。